レビアニメガールズバンドくらいウェブラジオ、ガールズバンドくらいラジオにも全部ぶち込め。皆さんこんにちは。テレビアニメガールズバンドくらい川原木桃子役ゆりです。今日からスタートしたこの番組、テレビアニメガールズバンドくらいの最新情報や魅力はもちろん、私たちのこともたくさん知ってもらおうという気持ちを込めて、気持ちを全部込めてお送りするラジオ番組です。そして今日の担当はゆりと、伊勢里ニナ役リナと、アワスバル役ミレイと、エビ塚智役夏と、ルパ役シュリでお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。神々で始まりました初回から神々ですけど、全員でね、今回の初回はお送りしていきたいと思っているんですけど、はい、ぜひその感想とかはガルクラジオとかでポストしてください。はい、番組名長いから、ね、長いからね、ちょっとやばい、神々だね。みんな緊張してますか？してないです。私は緊張してます。 MC だからかな。そう、いつもはりなちゃんに結構司会は任せているので、り、う、な、ん、はい、ちゃん今どうですか？めちゃくちゃ暇だなって。気が楽で言うとりますけど、緊張してカミカミですけど、ちょっとまあ頑張っていきたいね、うんうん、で今回はあのアニメスタート直前ということで、ね、アニメのことだったりそれぞれのキャラクターのことを少しだけお話ししていこうと思っています。はい、はい、なんかさっきから何だその変な返事は。誰だろうって思ってたらなんか誰かわかんなくて ね、目の前にいました、うん、夏です。夏でした、はい、それでは始めていきましょう。ガールズバンドくらいラジオにも全部ぶち込め、今日からよろしく。テレビアニメガールズバンドくらいウェブラジオ、ガールズバンドくらいラジオにも全部ぶち込め。では今回は初回ということで、まずガールズバンドくらいという作品についてご紹介しましょう。作品のイントロダクションを読みます。りなちゃん、はい。高校2年、学校を中退して単身東京で大学を目指すことになった主人公、仲間に裏切られてどうしていいかわからない少女、両親に捨てられて大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。この世界はいつも私たちを裏切るけど、何一つ思い通りにいかないけど、でも私たちは何かを好きでいたいから、自分の居場所がどこかにあると信じているから、だから歌う。はい、という物語ですね。ということで、みんな作品の印象はどうですか？言えないこともまだ多いからね。そうなんだよね。難しいんだけど、ね、尖ってるね。尖ってる感じます。すでに苦しい、うん、苦しい。このもうイントロダクション読んですでに苦しいってなる。そろそろ1話も始まる、ね、ついにですね、うん、ドキドキですが、いや、ドキドキだ。そう、そして作品には私たちが演じるキャラクターが登場してくるんですけど、今日は第1話からメインで登場するニナとモモカについてご紹介していきましょう。はい、ではニナちゃんから、リナちゃんだよね、リナちゃんから。そうだよ、リナちゃん、リナちゃんからニナの紹介をお願いします。はい、なになんだ間違えたぞ。そうですね、はい、お願いします。はい、ではね、公式サイトに書いてあることをちょっと読んでみましょう。はい、やや引っ込み思案の普通の女の子、小中高と目立たない存在で成績もごく普通、特に大きな夢もなく空気を読んでみんなに合わせて生きてきた。まあ、これだけ歌えるのに普通の女の子だなんて、ねね、普通じゃないよ。普通じゃないよ。普通じゃないよ。言いつつすごい元気だけど、まあ、そうだよね。この子は17歳なんですけど、私が今16で、でももう4月になったので、なんと高校2年生、私も高校2年生ということで同い年になりました。すごい。いやー、なんかまだ実感湧かないというか、ニナが同い年なんだ。でもこれから超えてっちゃうんだよ。そうだよ、やばい。一生に一度しかね、体験できないこの貴重な1年間をちょっと過ごそうと、大切に過ごそうと思います。急に真面目すぎる。真面目だね。どうしよう、ニナが同じクラスとか全然想像できない。妄想しない。
紹介紹介もうそっか、ミナは10月24日、はい、152センチと身長まで書いてあるんですけど、ほう、 A 型、はい、熊本県熊本市出身、うん、たまに方言出たりね、かわいいよね、かわいいよね、好きな食べ物おひたし、カフェオレヨーグルト、うん、バラバラすぎるんだよ ね、 ねしかも飲み物入ってるんだよね確かに食べ物だって書いてあるかわいいね、趣味昭和マニア、仏像好き、御朱印集めをライフワーク、ちょっと癖ある女の子、ね、これ身長が書いてありますけど、あ、触れます、みなさんそこ、うん、これね、触れてほしい、ね、はい、身長近いって聞いたことあるんです、まあまあ、身長が近いって話をライブしたことがあるんですけども、ですね、私身長が150センチですでね、ちゃんと喋ってないそれということはということは、はい、ミナより2センチ、うん、低い低いんてんてん低いです、伸びしろあり、そうだよ、伸びしろあり、ミナは伸びないから、そう、ミナは伸びるかもしれない、ミナは伸びるか、うん、まだね、期待して超えていけ、うん、身長超えていけ演じてみて、リナちゃん、リナとここ似てるなとかありますね、あ、でも身長、身長と、なんかある、身長と音楽が大好きなところと、うん、はいはいはい、年齢とって結構似てるか、うん、確かに、うん、まあ、同年代ってあるからね、なんか、そのキャラデザーを、あの、アフレコとかやる全然前、うんうんうん、で最初5人のキャラクターたちが出てきますっていうのを、もら紙をキャラデザーが書いてある紙を、もらって帰ったんですけど、うん、家族に見せたら、え、私どれだと思うって言ったら、うん、これミナだった、ミナだった、満場一致、でも確かに分かる、ミナ以外考えられないかも、私がアフレコするの、いや考えられない、みんなそうじゃない、うん、そう、結構みんなマッチしてる、うん、マッチ、運命ですね、なんか演じてるうちにどんどんさ、うん、寄ってくよね、それもあるあるね、あるあるね、うん、他のメンバーから見てミナちゃんってどんな感じですか、かわいい、かわいい、これが一番ですよ、ね、かわいい、かわいいと、もちもちしてる、もちもち、見た目見た目キャラ TV とか見るとさ、うん、もちもちがすごい、いや、すごい、かわいい、もち、リスみたいな、リス、かわいい、小さくて可愛くて歌も上手で、うん、それは主人公っぽい、そうそう主人公っぽいね、思いますけど、はい、まあ、そんなね、まあ、こう可愛くて小さくて小動物みたいだけど、実は真の部分がいろいろ抱えているっていうね、うん、これはアニメが気になる、これも気になるね、真っていうキャラクターの、うん、ニナちゃんでした、はい、次いいっすか、はい、ももかですね、私からね、ももかについて紹介したいと思います、はい、お願いします、20歳のストリートミュージシャン、性格はサバサバしていて男勝り、女の子っぽい格好が嫌いで髪も服もそっけない方だ、丸、明るくて面倒見が良い、頼れる運動部の先輩といった雰囲気、丸丸っていう感じのね性格らしいですけど、いやー、私より年下なわけですよ、ね、いやでもちょっと想像、なんかね、なんかおかしいよね、逆、うん、私、姉って感じだよね、姉、私たちと同い年、そう、シュリー・ミレイとね、あ、そうか、え、誕生日的に言うと私の方がちょっと上、ね、何よね、でもももかさん、みんなのね、姉号って感じだもん、そうそうそう、ももかさんはね、ももかさんはね、まあこうやってパーソナリティも務めているので、私もまあ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 、トゲのまあ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 言いませんけど、まあまあまあということでね、まあ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 、姉御かっこはて、姉御かっこ丸っていうこと、丸やな、丸って、ちょっとわかんない、自分でも何言ってるかわかんないんですけどそんなね、ももか、はい、そう、164センチ大型だって、大型は一緒ですよ。大型。でっかいみたいな。大きい。違います。肩型の話ね。私も大型ですけど。うん。共通点。共通点1。はい、身長は負けてますと。はい、北海道旭川市出身、うんうん。行ったことないな。ね、じゃ寒いのに強いんだろうね、きっと。そう？強い？うん。暑いよりはいい。暑いのに弱いんだ、ね。そうだったね。好きな食べ物、あんみつ、焼肉、いいですね、いいね、いい趣味してます、うん、これは共感できます、そう、趣味、読書、スポーツ観戦、うん、ということで、そう、この、でも本読むよね、本は読む、うん、スポーツ観戦はなっちゃんとサッカーを見に行ったのが初、はいはい、ね、なっちゃんスポーツ観戦好きだもん、あ、じゃあ本当のももか、ね、ももかと気が合うのではやばい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 、嘘です嘘です、ももかは本
野球とか、うん、野球だって、ね、あの、シュリさんですね。そうですね。そのももかさんはですね、あの野球は北海道のあの球団が好きだそうで、ちょっとね、いつか一緒に観戦行きたいですね。いいね。どうやって行こうか。という感じでね、はい、私は演じてみて、そう、みんながさ、なんかちょっと、ゆりちゃん、その姉子、あ、え、うん、はてな、はてな、みたいな通り、あんまりその姉子感ない。私に頼りな、みんな、よしよしって感じじゃないよね。分かったから、実はね、分かってたから、そう。だから、最初その、この、その、りなちゃんも言ってたさ、キャラデザの、うん、あれをもらった時、ももかの美人がめっちゃ好きだったの。だから、いいんすか、これ私ですかって思ってめっちゃ嬉しかったんだけど、そう、結構さ、セリフとかもさ、なんとかだろとかさ、なんか、まったくみたいな感じでさ、そういう喋り方にも慣れてなかったから、だろって言いづらい。あどうなるか、うん、だろその滑舌の方でね。結構そのももかね、演じるの最初めちゃ苦戦したんだけど、やっぱ演じてるうちにね、なんかね、分かってきたというか、みんなもそうだと思うけど、うん、時々普通に会話しててもさ、え、出るね、めっちゃ今のキャラっぽくみたいな、ね、なるよね、そういう感じで、うん、そうだから初めてももかを演じた時よりはちょっと近寄ってきてるんじゃない、うん、かなって思って、うん、そう、ももかは憧れなので私にとって、うん、こんな頼れるトゲの最年長になりますよ、無言実行言っちゃいました、はい、まだ1年だからみんなに会って、ここからね、はい、そうからね、トゲの最年長、はい、はい、お願いします、はい、お願いします。ということで、ここまで2人のキャラクターを紹介してきましたが、他にもね、魅力的なキャラクターがたくさん登場してきます、うん、そのメンバーたちはまたアニメが放送されたら、私たちそれぞれからじっくりご紹介しましょう、はい、みんなよろしくね、はい、うん、そして1話がいよいよラジオ更新日の翌日放送されます。わあ、ついにですね。みんな1話どんな感じ？いやー、最高です。先に私たちはね、ちょろっと見たけど、うん、どうでしたか、見てみて。いや、なんか懐かしい、あの頃のアフリコの、ね、確かに1年前なんだって。そっか、ほぼ1年経った、ね、練習とか含めてね、アフリコしだしたのは、うん、そうなんだ、ね、懐かしいね。成長をさ、やっぱ感じる、すごい感じ、うん、だから昔のがちょっと大丈夫かしら。言わない成長してるっていうことでね、うん、どうですか、はい、シュリミレイどうですか。いや、ついに物語が始まるということで、ニナとモモカが出会いますけど、う、ね、どうやって出会うのかね、みんなも気になってると思いますけど、うん、うん、ついにアニメで見れるよ、始まっちゃいますよ。アニメ見るとね、また曲の聴き方も変わってくると思うから、うんうんうん、また楽しみが増えるんじゃないかなと思います ね、うんうん、いますね、楽しみです ね、はい、ぜひ音楽にも注目してね、はいはいはい、楽しみにしていてください、はい、改めて放送は4月5日24時30分より東京 MX、 サンテレビ、 KBS 京都、 BS11 にてスタートします。また放送終了後から各配信サイトにて配信もスタートします。ぜひこちらもお楽しみに、はい、では今日はこちらでこんなコーナーをやってみたいと思います。全部ぶち込め、イエーイ。作品のキャッチコピー、怒りも喜びも悲しさも全部ぶち込めにちなんで、こちらにあるガルクラボックスにはですね、リスナーの皆さんのいろんな感情がぶち込まれる予定です。予定、はい、普段はそれを引きつつ、いろいろ私たちがお話ししていくというコーナーなんですけど、うんうん、今日は初回ということで、私たちのことを知ってもらおうという目的で、それぞれ自分のことを書いた紙を入れてあります、はい、さっき書きましたね、みんなでね、はい、今回は自分の性格を一言で言うと、好きな食べ物、趣味の3つを書きました。はい、出た人はね、このボックスから引いて出た人は自分のことを話していきましょうということで、ね、はい、みんなどう、すんなり書いた、まあ、意外と割と、うん、自分のことですからね、うん、私みんなのこともね、意外と知ってるからね、これさてさて、大丈夫なんですか。じゃあゆりちゃんから引く。じゃあ私から引いちゃおうかな。はい、お願いします。いっぱい入ってますから、ガサゴソガサゴソ。では行きますよ、ぴょん。お、知り合い方ね、なんかいっぱいおられてます。じゃあやっていきましょう。紙に
超元気って書いてあるんですけど、これは多分性格のことですね。はい、これを書いたのは誰ですか？わかりますけど。わかりますか？わかりますよ。はい、私、はい、夏でございます。はい、超元気ね。いや、1枚目から出るとは。まさか。なんでじゃあこの性格超元気。いや、一言で言うと結構難しいけど、ちょっと自分のこと面白いっていうのは今後のハードルが上がってしまうかなと思って、ちょっと言えへんなと思って、まあ当たり障りなく、まあ元気という。まあ、これはみんなも思ってくれてるんじゃないかなと、うんうん、この紙のさ文字がもう元気の色、ね、元気すごいなんかこれなんていうの、集中性集中性がすごくてもう元気、これが元気すごい、ね、あ本当、うん、はい、ありがとうございます。皆さんも元気にいきましょう。みんなから見てなっちゃうのどう？その通り。その通りだよね。超アウトドア派だしね、意外とね、みんなインドア派。うん、そうだよね、このバンド、そうだね。お家大好き。出てよ、そこ。夏とかね、ずっと家にいたい。そう、うん、え、ね、なっちゃんバーベキューしたいって言ってる。バーベキューしたいって言ってるのにみんな嫌で、涼しいところにいるから肉焼いてこいみたいな。みんな言うんですよ。ちょっとなっちゃんが焼いて。意味ないじゃん、それじゃさ。それかも、いっそ全部完全室内で。そう、そう、じゃあ屋外でやるか。うまいのにさ。そうですね、この間のバンド連でちょうどなっちゃん。涼しい間にしようよ。じゃあ夏にやるから。涼しい時が終わりかけてるんだよね。ね、私の夢は叶うのか。果たして今しかないよ。涼しい時、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。じゃあ私出たので行きますかね、なっちゃん。でれれれれれん、でれん、性格マイペース&寝ぼすけ。あー、もうダメ。はい、どなたですか？わかりますけど。わかりますけどね。なんと言ってる。はい、私ミレイでございます。そうですね、寝ぼすけ、かわいいね。マイペースそうね。いや、さっきさ、性格、自分の性格一言でって難しいなって思って悩んでたんですけど、うん、はい、なんかさっき 例題というか、うん、あの性格書いてくださいって言われて、うん、こういうのでもいいし、こういうのでもいいしで、ね、ボスケって出てきて、これやこれだそう、でもそれだけだとただなんか変な、なんかね、起きれないだけの人だから保険かけた一応ね。でもみんなから見ても、いや、寝ぼすけ、うん、寝るの好きなんだよね。うんうんうん、そうだよね、基本ね、うんうん、寝てたい、ギリギリまで寝てたい人だもんね。ね、だんだんね、伝わっちゃったよね、みんな。うん、バレてしまった。バレてる、バレバレ。そう、え、あの、おにぎりの話とかしていいの？なになに、いいよ、あ、いいよ。切れなくてさ、なんか今日、あ、お米持ってるんだったみたいな、お腹空いた時に、なんか握ってて、米を入り口にで、なんか、え、あ、おにぎり持ってんだみたいな言ったら、なんか、うん、うん、味ないんだけどねみたいな、白米、え、今日も白米、そう、今日も白米、え、なんでみたいな、ふりかけはとか言ったら、え、かけてくる時間なかったみたいな。本当に米を握る時間しかないってことでしょ。で、しかも米も握ってんじゃなくて冷凍してて、うん、レンチンはさ、うん、時間いらないじゃん、もう5秒ぐらいピッピッとしてガッて、うん、だってもう鳴ったら取り出すだけだから、準備してる間にそうできるけど、うん、かけるのは冷蔵庫から出してふりかけがなって時間が必要だから、ふりかけだけを持ってくるのダメ、なんかちょっと違う、どうしなんかそこまでしてお前時間ないのにそのふりかけしたやつ食べたい、なんか得するなみたいな、ね、得するなじゃないけど、なんかさ嫌じゃない、なんかバンド連来ました、あ、ちょっと白米だからふりかけかけるねとか言ってちょっと嫌って、でもいいよ、白米なんだよねよりはかけてくる、でもおかげで、あの、何、ちょっとお休めの求めやすいお米と、うん、あの品名がちゃんとしてる美味しいお米の違いが分かるようになった。うーん、で買ったのだからちょっととか言ってるよね。違いはまあ、まあ、そうそう、お米はもういいです。はい、じゃあ次の方、はい、じゃあ私また引きます。はい、でれーん、さらさら、お、お、お、絵ですと書いてあります。これは趣味ですね。趣味。え、かわいい。しかもニナちゃんが書いてある。かわいいニナちゃんが書いてあるってことは。ってことは。はい。リナちゃん。はい。趣味は絵ですね。うん、見て。かわいい。上手。
見せたい、見せたい、短時間で描いたの、すごいね。もちもち、かわいい。そう、もちもちのをイメージして描いたんです。もちもちのニナが可愛くて、描いてあります。ニナのもちが。なんそれ。投げ投げのとこ。ツイッターとか、X とかにもね、見せてるもんね。ね、美術部の部長ですから。はい。トゲトゲ美術部。これをね、初めて私たちのラジオを聞いてる人とか、トゲトゲを知らない人は分かんないかと思うんですけど、うんうん、ラーメン部とかね、はい、美術部とかね、うん、なんか勝手にね設立したいろんな部活があるんですよ。はい、ハッシュタグとかで調べると多分出てくるんですけど、うん、はい、美術部のね、部長さんですか、ね、はい、あります。割とみんなね、絵を結構上げてくれたりしてて、ね、嬉しい、ね、嬉しい、ニコニコして、嬉しいね。いや、みんなから見てももう。ねえ、うん、トゲトゲのイラストうまいといえば、ね、もっと、もっと絵みたい。やばい、言われてるよ。やばいやばい。モチベがね、あったりなかったりするもんね。そう、そのモチベの浮き沈みが本当にすごくて、本当に描きたいと思った時に描く、描かない時は描かないじゃないと、うん、いいんだよ、うん、好きでいたいからね。そう、うん、でもまだニナ以外描けないから私。トモカ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 頑張ります。無理やり、ありがとう。はい、はい、次私が聞いていきます。今んとこかぶりないね。ね、違う人。なんだろう、なんだろう、なになに、キュウリ、牛タン、カブカブブドウ。はいはいはい、分かったよ。今好きな食べ物ですね。キュウリ、牛タン、カブカブブドウ。カムカムブドウ。カムカムブドウって何？カムカムブドウ。いや、まず誰か、誰かな。はい、せーの、キョシュ。はい、私です。シュリさん。はい、シュリさんです。はい、これは好きな食べ物ですね。キュウリと牛タンとカムカムブドウ。レモンじゃないんだ。うん、ブドウがあるんだ。食べてるよね。うん、よく、あの、結構置いてるお店が少なくて、うん、あんま見たことない。うんうん、100均とかで、あ、だったらよくあるんだ。100均行った後は大体いつもやってる。キュウリはね、もうよく食べてるもんね、練習とかでも一本こうやって。おかしい、おかしい。なんか漬物の匂いする。あれ、キュウリ食べてる。夏になるとキュウリの一本漬けとかね、コンビニとかで出るからよく食べてます。夏の名物。すぐ分かった、シュリちゃん。これ食べ物。牛タンもね。お肉あんま好きじゃないけど、そう、牛タンは好きなんだもん、ね、すごい食べやすいから。そうなんだ、うん、美味しいよね。うん、私も好きだよ。お肉はね、芋タレと、うん、あと噛むのが疲れちゃうから。わかるかも。それでタンはじゃあもう、うん、タンはもう最高。タンは飲み物。タンは飲み物。飲み物食べちゃいますね。シリでしたね。大変わかりやすい。じゃあシリちゃんが持ってないのは、ゴソ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 。お、秋っぽい。あ、あ、みんな一斉に見たけど見られてる。はい、ゆりです。みんなも知ってるよね、性格かな、これは。性格秋っぽいです、ね、なんか、あの、食べ物とかをさ、最後まで食べれないっていう、なんかさ、わかる、余ったやつよくさ、あげるって飽きちゃう。起きちゃう。起きちゃう。途中で飽きちゃう。飽きちゃう。お菓子パックで食べてさ、うん、なんか最初は食べてちょっとずつ配りながら食べてるけど、そうそうそう、最後もうあげるよー。でも、もうそれをさ、みんな知ってくれてるからさ、うん、なんか衣装とかも飽きたって言うもんね。やめてよ、こんなに来たからもうとかやってた。髪型も飽きた。そう、ずっと違う服着て、髪切って、染めたい。できないね、そう、できないから。今何くんやるね。もうこれは秋っぽいですけど、うん、まあみんなから見てもそうか、うん、秋っぽいね。はい、秋っぽいんです。ねえ、そんな言い方しない。まあギターにさえ飽きなければ、うん、そう、ギターは飽きてないから、うん、いいですよ。そんな開きのなトゲの最年長ゆりでした。はい、ではここでお時間となりました。このコーナーでは皆さんからのいろんな感情のお便りを募集しています。はい、ちょっと怒ったこと、嬉しかったこと、最近悲しかったこと、どんなことでも全部ぶち込んじゃってください。はい、以上、はい、全部ぶち込めのコーナーでした。はい、楽しかったね。テレビアニメガールズバンドクライウェブラジオ、ガールズバンドクライラジオにも全部ぶち込め。これなしこれあり。
バンド名トゲナシトゲヤリにちなんでいろんなシチュエーションのお題をリスナーの皆さんに送ってもらって、それに対してこれはありなのかなしなのかをその日の担当メンバーでお話ししていきます。今日はね全員で話していこうと思うんですけど、はい、みんな性格っていうかどう、結構考え方違うとかあるかな。でも私とゆりちゃんはなんか似てる、大体そうかも、うん、でも割とバンドとしては違う、ね、うん、バラバラな方かもね、うん、ちょっと面白いかもねこれ、うん、この人だけいつもなんかちょっと違うよなみたいな人いる？いやいないよね、いない、なんか別れるとき、うん、大体なんか、うん、パカーって別れる、パカーって別れる、パカーって別れる。じゃあそんなねみんなの考え方が知れるかなっていうことで、はい、では今回は、例題でねやってみましょう、まずはこちら。洗濯した後畳まないでソファーとかにドサッて置いとくことなし？あり？これせーので決まる、はい、待って待って決まった？考えてる、うん、ん？置いとくことがありかなしかだよね、うん、分かった、せーの、なり！お、分かれたんじゃない？誰？ありの人、はーい、あ、あー、あれ、ゆりちゃんなし？なし？ソファーないからでしょ、ゆり置けるソファーがないだけじゃん。いや、ないよ、ちょっとさ、何じゃない洗濯した後でしょ、乾いたやつだよね、畳むね、え、だってさ、それ置いといていつ畳むの？着る着るの？え、はい、ハンガーにかけたまま干して、そのままハンガーでしまう、え、はいはい、一緒に、え、そういう干してあるのから取って着るみたいな、うん、そう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 、イエスイエスイエス、え、残りのものは？残りのものは何？干しっぱ、え、だからソファーに置くか、タオルとかは？で使う、ソファにさ置いてどうすんのそれ、そのままえどうすんの、それから使うんだったら畳んでるのでしょ。畳みます、私は偉すぎ、偉い偉い、多分それは偉い、こっちが偉い、こっちが偉い、私が偉い、はい、よし、お年上パワーで、そうここでね見せていくしっかりしているんです。なんかね、別れちゃった一人だけ、別れることないですとか言ってもちょっと思ったんだよ、一人の声しか聞こえなかった。だからあれって、まあ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 、はいはいはい、じゃあちょっと次行きましょうか、はいはい、じゃあ次のお題いきます、はい、2,3 分ぐらいほんのちょっと遅刻する人なし？あり？許せるか許せないか、うんうんうん、ありかなしか、いい？みんな、うん、はい、せーの、あり！お、え、誰？アリの人、アリです、あ、やばいやばい、なしなんだけ、なしだよ、遅刻はなしです。厳しい、なし。自分は絶対遅刻は嫌なの、うん、けどするのは嫌だけど、うん、人がする分には 2,3 分なら許します、まあ、2,3 分までなら許すよ、ああそうなんだ、うん、まあ連絡があるかないかによるかな、うん、あ、まあ、それはそうだね、でその待ち合わせの時間になっていなくて、うんうん、連絡したらごめん遅延でとかっていうのがちょっと嫌だか、嫌だ、はい、先に言えと、それはね、あ、そう、それは基本遅刻はしないこと、しないこと、うん、はい、間違えない、しないことね、はい、しないこと、他の3人はどうですか、30分くらい遅れてきても許せるかも、うん、なんか心狭いみたいになってくるから、ちょっと価値観の問題だからちゃんとしてからね、あの暇を潰すのが得意だから、ああ。別にそんぐらい待ちますよって、うん、なるほどね、うん、私もそうだし、私の周りの人が、ね、だいぶ時間にいるルースというなってなんで、なんか1時間待たされたりとかもあるから、うん、いいかって、慣れなのか、慣れか、慣れか、慣れか、うん、なんかあのその重い空気にならなくても、うん、会って一番がごめんから始まるのが嫌なんだよね、あ、その人とのその時間が、そう、ごめん、ね、遅刻しても、いや、いいよいいよっていうのを言ったけど、なんかごめんってワードからその人との時間が始まっちゃうのがちょっと、なるほどな、それの考え素敵ですね、あ、なんかありがとうございます素敵ですね、うん、はい、あ、私は、はい、私自身割とルーズなのとなんか類友なのか、周りの友達とかも結構ルーズな子多くて、なんかみんないいんだ、そう、当日にさ、あの1時に集合にしようねとか言って、お互いにごめんちょっと遅らそうってなって、その後にまた言ってない方からもうこれもうちょい遅らそうって言って1時集合ってツアーが3時ぐらいに会うことは全然あったりする、やだやだよね、慣れちゃった慣れちゃうのかって、意外とみんなのね分かりましたね、うん、はい、これこの先これからも
いろんなあのリスナーの方たちからのねこれなしこれやりがちょっと楽しみだなと思いましたはい、はい、じゃあ今日はこれで以上です、このコーナーでは皆さんからのなしかありかの2択で答えられるシチュエーションをのお題を募集します、ぜひ送ってくださいお待ちしておりまーすはーいテレビアニメガールズバンドクライウェブラジオガールズバンドクライラジオにも全部ぶち込めではここで1曲私たちトゲナシトゲアリの楽曲をお届けしましょうそれでは聴いてくださいトゲナシトゲアリで名もなき何もかもいつだって気づかんからも心もバラバラになっていっちゃって劇場や白状が頭の中ぐるぐると回る何もかもをお聞きいただいていますがみんなこの曲に対するイメージとかはある思い出とかおひでおひでやっぱり始まりの曲ですね、なんといってもね、私たちもだしファンの皆さんもきっと思い出のある、そうだね、いい曲だよね、自分聴いてるのかな、アニメのプロジェクトスタートって言って一番最初にね、そうだね、第一印象じゃない、ね、そうだね、確かにガールズバンドくらいの第一印象、ライブやったらもう絶対やるしね、ここのウィンク、はい、ここポイント、今のは MV のね、はい、びっくりするじゃない、急にぜひ MV 見てください、はいね、ワンマンでもね撮影 OK ですよって言って名もなきをやったりしていろんな画角からの名もなきがフェスカメラとかあったね、その人のこのメンバーの、ね、ここが大体なんか下手から撮りましたみたいな書いてくれてる人、真ん中から撮りました SNS に多分上げてくれてる人多いと思うので、興味あったら見てみて見てみてもっともっと興味が湧いたらぜひライブにも宣伝始まりからねいっぱいライブもやっていきたいしねみんなで、この始まりの歌な名もなき何もかもということでね、他の曲もいろいろ出ているので、そちらの方もね気になった方は聴いてくれたら嬉しいです、はい、嬉しいね、ということで今日お聴きいただいたのはトゲナシトゲアリで名もなき何もかもでした。ガールズバンドくらいラジオにも全部ぶち込め。それではここでお知らせです。オリジナルアニメガールズバンドくらいは2024年4月5日金曜日24時30分より東京 MX サンテレビ KBS 京都 BS11 にてアニメ放送開始です。テレビアニメの本予告も第2弾まで公開中です、ガールズバンドくらい公式 YouTube チャンネルで視聴できますので、まだ見てないよという方はアニメ前にぜひチェックしてください。さらに配信サイトでのアニメ配信も決定しています。テレビアニメ放送直後の4月5日金曜日よりプライムビデオ、D アニメストア、レミノ、U-NEXT、アニメ放題、J コムストリーム、ミルプラス、Hulu、FOD、DMMTV、バンダイチャンネル、アベマでは
毎週金曜25時より見放題配信。ビデオマーケット、カンテレ動画、ミュージック .jp、 ビデックス、ハッピー動画、楽天 TV ではレンタル配信になります。テレビでも配信でもお楽しみください。そして私たちトゲナシトゲアリのオリジナルアルバム、トゲアリが2024年4月24日水曜日に発売されます。初回限定版は税込み4950円、通常版は税込み3300円です。これまでのシングルに収録されてきた全10曲が全て網羅され、初回限定版に付属するブルーレイには YouTube で公開されてきた同10曲のミュージックビデオが全て収録される豪華仕様になっています。初回プレス分には設定資料集付きブックレットとトレーディングカード、メンバーソロの絵柄が5種と全員の絵柄が1種、全6種類のうち1種がランダムで封入されています。今日ご紹介した情報の詳細などは作品公式ページや公式 SNS 等にも掲載されていますので、ぜひそちらもご確認ください。以上、お知らせでした。テレビアニメガールズバンドクライウェブラジオ、ガールズバンドクライ、ラジオにも全部ぶち込め。お送りしてきましたガールズバンドクライ、ラジオにも全部ぶち込め。初回の配信もエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りメールを募集しています。アニメの感想はもちろん、私たちに聞いてみたいこと、話してほしいこと、コーナー宛てなど何でも OK です。はい、メールは番組の配信ページにあるメールフォームから送れますので、ぜひそちらもご利用ください。コーナー説明も書いてありますよ。たくさんのメールお待ちしてます。番組の配信ページには私たちの収録時の写真やそれぞれの感想も掲載していますので、ぜひそちらもご確認ください。そしてこの番組には温泉プレミアムサポーターの方だけが聞けるおまけコーナーがあります。こちらも今回は全員でお送りしていますので、ぜひお聞きください。はい、ということで、改めてね、初回のラジオが終わったんですが、皆さんどうですか？楽しい楽しい、いっぱい喋った、ね、いっぱい喋った、ね、コーナー楽しかったよね。これお前だろうとか言えない結構わかりやすかったか、ね、みんなのせい、ちょっとこれからねリスナーの方からのメッセージが読めるっていうのがめちゃくちゃ楽しみだよね、うん、ありなしはまあまあ、ありなしはまあ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 いろいろありましたが、そんな分からないよねとか、まあ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 ね、まあそういう感じ、どっちも一音で分かれる、そんなことになるとは面白いバンドと思わなかったけれども、これからそう、これからこれから、次回からはね、次回からも私がメインパーソナリティとなって、メンバーが入れ替わり制でお届けしますので、そちらもお楽しみに。以上、ここまでのお相手はゆりとりなとみれいとなつとしゅりでした。おつとげー。